はい、皆さん毎度毎度。漁業のね、予約ネット問題とかね、そういうのをいろいろ考えてね、まあ、国内最大級ヘアサロンのね、まあ、サロン検索予約サイト、まあ、美容室の宣伝だよね。大手商社がね、大手商社もね、自分たちがね、利益出すためにはもうなりふり構わずね、美容師のことなんか考えずにね、まあ、こんなプラン、あんなプランってんで考え出すんだろうね。ほんで、現場を知らない人間がね、予約の取り方なんか分かりゃしないんで、それネット予約のね、利便性を使ってね、まあ、お客さんを呼び込んだらどうだと。まあ、経営者は喜ぶかもしんないけど、現場で働いてる人間はね、叶わないよね。ただ単にカットするだけでもね、関与時間っていうのが倍違うからね、30分で終わる人いれば1時間かかる人ね、それこそ早い人は15分で終わる人もいるしね。一見値段見たらね、リタッチカラーとカットで3500円、これは安いね。作業時間90分ね。どうやってやるのか分かんないけどね。さらにさ、予約すると、予約成立すると何パーセントか持ってかれんでしょ。さらにカードで支払ったらカード会社にまた何パーセントか持ってかれんでしょ。いくら儲かんねえよ。で、値段表の値段の書き方もね、3500円よりとかからとかって書いてないんだよね。これお客様の支払額ってのはもう3500円で確定してんのかね。これ後で追加料金取ったら有利5人ってことになるよね。景品表示法違反、有利5人ってことだよね。こういう3500円のお店に行くような方はまあそれなりのお客様だと思うね。もうとにかくなんか適当に染まって適当に切ってやれば OK で、もう1000円カットのノリだよね。まあそういう方を相手にしてるともうキリがないから、普通の店はこのようなお店に行くお客様っていうのはお断りしてた方が無難だよね。3500円からね、あのネット予約の手数料取られて、カード会社に支払いして、で毛染めの原価抜いて、で90分かけて2000何百円、でさらにそこから一応電気ガス光熱費家賃も分配して引いたらね、いくら残るのって。そんなんでさ、今の若い美容師さんがまともな生活できるかっての。でさらにだよ、その2000何百円の売り上げからね、あの仕事しない上司の給料までね取ってるんだから、一番誰が儲けてんのしたら上司が一番儲けてんだよ。働かねえ、あの社長みてえのが。ネットの力を借りないと営業できないお店、まあ、こうやってね、まあ、その店その店でね、立地が悪いからお客さんが来ないとかね、ネットのね、こういうサービスを利用しなきゃいけないっていうね、っていうのはあるけどね、本来だったら淘汰されるべき店なんじゃないの？本来だったらもう淘汰されて、違うね、いい場所に店出して、これのね、3倍ぐらいの値段でやった方がいいんじゃねえのと思うよね。皆さんはね、どう考えるかね。はい、お疲れ様でした。